ビル・ホール、ウィリアム・ホール、ウィリアム・ホール、1979年12月28日隊は、アメリカ合衆国ミシシッピ州出身の元プロ、野球選手、ユーティリティ。6月2日、ミルウォーキーブルワーズから6巡目、全体176位でドラフト指名を受け、6月7日に契約が成立し、プロ入り。この年から、マイナーリーグ、ルーキー級でプレーを始める。 2試合出場。4年目は a a a 級合計で130試合に出場し、打率、28918本塁打、65打点、23盗塁の好成績を上げカリフォルニアリーグのオールスター、遊撃手に選出されるなど、マイナーにおいて着実にキャリアを積み重ねる。9月1日、新シシナティレッツ戦においてメジャーデビュー。この時は1打数無安打。 カラブリ三振に倒れたが、翌9月2日のシカゴカブス戦では、ジョー・ボロースキー投手から、キャリア初安打となる2点本塁打を放った。は7月21日に、メジャー最昇格を果たし、52試合に出場。8月24日から28日まで3試合連続本塁打を、25日には1試合、4の安打をそれぞれ放つなど、8月24日から30日に、 かけて5試合連続安打を巻く。は、初めてメジャーでフルシーズンを過ごし、126試合に出場。7月18日から26日、8月1日から8日、同13日から20日と、3度にわたって7試合連続安打をマーク。は、打率。291、出塁率。34027本塁が、18盗塁と、 結果を出し、初めて規定打席をクリア。守備では、遊撃手を66試合、三塁手を59試合、二塁手を23試合、務めた。対左投手の打率は、336、ホームでは、310と相性が良く、5月19日から28日まで9試合連続安打。6月21日には、ジェローム・ウィリアムズ投手から、 キャリア初の1試合に本塁打を放つなど、マルチヒットを39回記録。バジェージェイジェイ・ハーディの長期離脱もあって、主に遊撃手として127試合に出場。他に二塁手、三塁手、中堅手としても出場し、打っては本塁打と打点で、チーム内2冠となったほか、得点、二塁打、三塁打、長打、塁打、死球もチームトップと打防会長。 公衆両面の活躍が評価され、全米野球記者協会によるチーム内 MVP とグッド外賞を受賞。35本塁打のうち27本を遊撃手として放ったが、これは遊撃手としては両リーグ最多であり、ロビンヨーンと29本に次ぐ球団歴代2位の高記録でもある。4月29日から5月2日まで4試合連続本塁打。 5月11日から22日まで11試合連続安打。7月8日から8月20日まで遊撃手として35試合連続無失策。シーズン終了後、日米野球のアメリカ代表チームに選抜され、来日。2月5日、4年間の長期契約が成立、球団オプション付き。同年は運動能力の高さを買われて、中堅手にコンバート。中堅手として、 130試合を務め上げた。35にルイダはプリンスフィルダーと並ぶチーム最多で4月16日にはトットコフ投手からキャリア初のグランドスラムを6月20日にはバリージト投手から生涯2発目となるグランドスラムを6月27日にはデーブ・ボルコースキー投手から通算500本目となるアンダをそれぞれ放った。 6月12日のデトロイトタイガース戦では、ジャスティン・バーランダーにノーヒットノーラン許し、チームは敗れたが、ホールは3式を選び、3度出塁している。しかし7月に足首を捻挫し、故障者リスト入りしたこともあり、前半戦の打率、271に対して後半戦は打率、226と失速した。なお、ホールは、野球普及のための啓発活動にも取り組み、 シーズン終了後の12月15日には、アフリカ系アメリカ人の少年少女14人を引率して、カンザスシティにある、ニグロリーグ博物館を訪れた。これは、今や MLB 全体に占める割合が9.2%にまで落ち込んだと言われる黒人の競技者人口を増やすためのツアーで、ホールは、我々にできることは小さなことだが、わずかなりとも、 増加につながることを期待したいと願いを込めた。は三塁手として113試合を務め、4月には月間本塁打を7本放ったが、以後低空飛行が長く続いた。6月にはスタメンを外されたことに激高し、首脳陣にトレードを願い出た。7月21から22日にかけて2試合連続決勝弾を叩き込んだものの、打撃成績は平凡な数字に終わり、 遊撃中堅三塁と立て続けに、たらい回しにされたことが、バッティングに悪影響をもたらしているのではないかと、懸念されている。8月11日に、ディーフとなった。2009年8月20日に、ルービン・フローレスとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。1月7日に、ケイシー・コッチマンとのトレードで、マイナーの選手と共にボストン・レッドソックスへ移籍。 382打席で18本塁打を放ったほかガ外野の全ポジションに加えて、遊撃手、二塁手、三塁手としても出場。5月28日のカンザスシティロイヤルズ戦では、投手として登板し、1回を三者凡退に抑えた。2010年12月20日には、ヒューストンアストロズと1年契約を結ぶ、Y46 試合の出場で打率。 224、日本類が13打点と結果を残せず、6月4日に解雇される。2011年6月10日には、サンフランシスコジャイアンツと1年契約を結んだが、8月3日に40人枠から外れる。2月7日、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。しかし、シーズン前に解雇される。2012年4月23日、 ボルティモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。5月12日、マーク・レイノルズの負傷でメジャー昇格。しかし、6月2日にディーフとなる。1月30日にロサンゼルス・エンゼルスと契約を結んだ。トリプル a で21試合に出場し、打率164と不審になり、5月19日に解雇された。2013年6月7日にアトランティックリーグの ロングアイランドダックスと契約を結んだ。小柄な選手だが、バットスピードが速く、それが長打力をもたらす。スイングが大きく、確実性に欠ける反面、一本出ると、固め打ちする傾向があり、特に対左投手を得意にしている。運動能力、身体能力に優れ、遊撃、中堅を任されることが多いが、他には二類、三類も守れる。 好きな音楽はヒップホップとリズムブルース。お気に入りの映画はスカーフェイス。趣味はゴルフとビリヤード、ビデオゲーム。地域活動に熱心な人物としても知られ、リーダーシップもあり、グッド外賞を受賞した経歴がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。